ナモタスバグワトアラトサンマサンブッダス。ナモタスバグワトアラトサンマサンブッダス。ナモタスバグワトアラトサンマサンブッダス。サンブパパスアカラナンコセラスプサンプダサチッタパリオダパナン。ඒතං බුද්ධාන සාසනං කන්ති පරමං තපෝති දීඛා නිබ්බානං පරමං වදන්ති බුද්ධානෛ බබ්බජිතෝ පරූපඝාති සම්මනෝති පරං වේඨයන්තෝ අනුපාදෝ අනුතගතෝ පාතිමොක්ඛේ ච සංවරෝ මත්තඤ්ඤතෝ ච භත්තස්මින් පන්ථං ච සේනාසනං අධිජිතේ ච ආයෝගෝ ඒතං බුද්ධාන සාසනං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතුතං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ ජිහිනෝ මේ සූතාසිමස් ikito shikaru mono ga shiyase de arimas yoni ikito shikaru mono no nayami kurushimi ga nakunarimas yoni ikito shikaru mono noNingaingutunga kanaerarimasun yoni Ikitoshikarumono nimo Satorino hikaringa aravarimasun yoni Ikitoshikarumono ga shiyase de arimasun yoni ikito shikaru mono ga shiyase de arimasun yoni ikito shikaru mono ga shiyase de arimasun yoniイキトシケラモノガシワセデリマシオニと繰り返し念じます。Ikitoshikarumonoga shiyase de arimasun yoni Ikitoshikarumonoga shiyase de arimasun yoni Ikitoshikarumonoga shiyase de arimasun yoni。 はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ではこれから、スマラサーラ長老に、皆様からお寄せいただいた質問をお聞きしていきたいと思います。事前にメールでいただいた質問が結構たくさん溜まっておりますので、先にそちらの方からお聞きしていきたいと思います。1問目です。仏像へのお供えについて、飲食物などを他の生命に与えると伏せの功徳が生じ、来世で恵まれた境遇を享受する可能性が高くなるなど、将来の幸福に資する善行になると思います。しかし仏像にお供えした場合、
受け取る生命が存在しないので、もしかすると伏せの功徳が生じないのではないかと不安に感じます。仏像を敬うことを通じて釈尊の徳に思いを馳せたり、修行に励む心を奮い立たせたりすることは大変良いことだと思うので、仏像へのお供えは伏せとは異なる種類のお伏せとは異なる種類の善行だと理解するべきなのでしょうか、という質問です。ごく普通な仏教的に考えていると思いますね。それほど議論するところもございませんしね。なぜならばこのお布施に対してはね、飲食物のお布施に対してはこの質問した方はね、正しく理解しているしね、それはいいことでね、命で食物、食べ物っていうのはこの命をつなぐものだからね、だから命を与えることになるんですね、結局は。だからすごく孤独になります。おにぎりあげてるんじゃなくて命あげてるんですね。だから伊藤に食べ物をね、これはいろんな人々にね、苦しんでる人々に、食物食べ物をね与えるっていうことは世によく一般的にあることで、でもこれは命をあげれているんだということはあまりみんな考えてないんですね。とにかくそれを理解してやった方が素晴らしいと思いますね。そこで命を伸ばしてあげる行為だからこそ、このお布施のいろいろ上下関係まで決めてるんですね。それは決めなくてもいいんだけど、一応経典ではそれも決めてはいるんですね。だからそればっかり微妙に だからこの命を伸ばしてあげることだから、でおにぎり一個あげると、おにぎり一個のキャロリー計算して、これぐらい命に加算されますよと計算して、それぐらい孤独やというのは良くないんで、そういうふうなこの物質的な計算ではね、でそれをやめてくださいと。そういうふうに考えるのに、だって単純で考えられますね。じゃあおにぎりは人間にあげる、犬にあげるとか、日本の犬は食べませんだけど、それなんか犬だったら普通ご飯食べますね。だからそれそれ、あるいは外へ出しておけば、アリとかね、他の昆虫たちが来てそれ食べたりする、たまに鳩とかカラスでも来て食べるかも。で そこで人間にのおにぎり一つあげれば、一人にしかあげられないんですね。鳩にあげたら結構何羽ぐらい来て全部パッパッと食べちゃいますね。だから命何個分支えられたのかとかね、計算することもできますけど、それはやめてくださいっていうのは仏教の考えなんですね。これは物質で物事を測ることだからね。これはデジタルで計算できるんですよね。ハートのお腹がいっぱいになるためにどれご飯粒どれぐらいで十分でしょうかと考えることと、おにぎりいっぱいでどれぐらいご飯粒あるのかといったって簡単に計算できるしね。
で、それで割ってみれば、じゃあハート4話にあげましょうと、あれ 5話にあげましょうと、だから命一つ助けたことになるんだよと、あんまりもね、物質中心にディジタル計算が良くない。仏教では質問は単純だから、ちょっと私は脱線して説明しますよ。質問はなんかすごい賢い、しっかりした質問です。だから単純に答えられますから、しっかりした質問にはすぐ答えられます。だからもうちょっと説明していくんですね。だからそれはデジタルで考えないで、この命を基準にして考えてくださいと。命はデジタルで計算することは決してできないんですね。で、だからといってアナログで計算できるわけで、それもちょっとできないんです。だからお布施みたいな、まあお布施っていうか、まあ一応食べ物をあげることですね。まあ普通仏教用語でお布施といったら、ダーネといったら、まあ食べ物を意味するんでしょう。そこで命通して考えるんですね。そこでこの物を持っている所有者、の命と受け取る人の命って、そこでこの命の次元で比較してみるんですね。例えばまあ人間ではなく他の生命、誰かに一食分あげる、一食分っていうのは、だいたい一日命を支える分で考えなくちゃあかんですね。これぐらい食べれば、まあ一日は大丈夫やと。で、それは仏典ではお腹いっぱいあげるっていうふうに書いてありますね。まあお腹いっぱいっていうのは、その容量は一日分なんですね。もうちょっと食べられるかもしれませんよ。しかしお腹いっぱいになるぐらい一回食べれば、その人はそのエネルギーで、人間だったらだいたい1週間ぐらい命をつなげるんです。1週間ぐらいのパワーが入ってるんです。で、それでそういう生命、誰かに一食分あげると、人間ではないんですね、他の生命。これ100倍になって自分に結果が得られるんだと。で、100倍っていうことは、この生まれ変わって100回ですね。だから回数は100になっちゃうんだよね。100回数変えるんですね、この孤独は。だからそれは物質で、これ心と業で計算しなくちゃいけないんですね。だから業に通しては100回その人を再生させる、生まれ死んだら生まれ変わるポテンシャルが持っている。人間にあげれば、しかし人間の場合は同じ種類だから、この性格は割り込んでくるんですね。この人間が嘘をつくわ、殺生するわ、全く道徳は人欠けらない悪人ですね。完璧な、きれいさっぱりの悪人です。で、完全な悪人に一食分あげたら、人間だからね、
いくらなんでも動物より何かできるんですよ。それ旋回の蓄積エネルギーになりますと、脈はもう当然になるんですね。で、次その人間が悪人ではないんです。普通に生活してる人、それだったら線かける10になっちゃうんで、一番下位の、そういうふうに計算してるんですね。だから受ける側、あげる側、両方の命の質によります。そこで本当に決まって道徳守る人、誤解守っている人などだったら、その命はその道徳守っているんだから、ちょっとレベル、いよいよ命になるんで、だからちょっと優れた命を伸ばしてあげたんだからね、当選価値が上がるんですね。で、そういうふうにどん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 そういうと長い間、長いく説明してあります。その中でも、一番管理、しっかりできるのは自分の心なんです。だから自分が道徳を守っているならば、自分が5回守っている、8回守っている、10回守っている人、自分が3期、をやっている人であるならば、一般の俗人よりも、あるいは世間にいるあの悪人よりの孤独よりは、この孤独の方がもうものすごいはるかに高くなるんです。だからそこはあのちょっと計算難しい。だから自分の道徳的な生き方だから、これ自分にとってはいくらまででも高くすることはできます。だから説法するときは、あげる人はね、できるだけ頓陣地を抑えることを考えてくださいと。戒律を守って、これによって自分がこのこの人のおいしいものを食わせてあげますという気持ちではなくてね、相手のことを考えないで、自分の内観、内を見て、この執着を捨てますと。その執着捨てることによっての安らぎを求めますと。それでその場で結果感じるんです、安らぎっていうもの。で、なぜかというと、この相手が本当に立派な聖者だったら、当然この聖者の命伸ばしてあげたんだから、あの数えられないぐらい、その時からお釈迦様は阿三契約という単語を使うんですよ。これは一般人間では理解できないぐらい長い数字なんです。で、それで数えちゃうんですね。だからすごい尊い聖者の命伸ばしちゃえば、まあすごく孤独になるんだよと。でも問題は、そういう尊い人々にはね、だって簡単に食べる方の手に入るんですね。だから見つかるのは難しいんですね。心清らかな人を見つかろうとかね、そういうふうに言っちゃうと、なんか不思議こういうなんかすごく変な矛盾だらけになるんですね。あれだ、戒律守ってるならばお布施しますと、あと瞑想してるならお布施しますと言うと、ものすごい差別になっちゃうんですね。
だからそこら辺は仏教ではちょっとハイライトしないんです。当然因果法則、業法則によっては徳がはちゃめちゃ高いことは確かなんです。はい、あの例え話使いも世俗世間のね、自分が10万円の価値あるプレゼントを誰かにあげたい、誰で私にください私にくださいって言うかもね、私にもお金はないし、これがすごく役に立ちます、え、あ、何じらにはあげませんと、ただの普通の人間でしょうと、せっかくこれ10万の価値ある、まあそれあまり例えばよくないね。まあ例えばなんか世に一つしかない大変な珍しいものだとしましょう。あんた方にそれあげたって意味がないよとか、まあみんなはもうカットして捨てちゃうんですね。これは皇室の誰かね、天皇陛下には差し上げたいんだと。だから連絡、宮内庁にちゃんと連絡して話し合って、これは天皇陛下に献上するとかね、いうことで起こる。それも可能ですよ。でも天皇陛下にはそんなものはいくらでもあります。ちゃんと宮内庁から本当に受け取りましたとかね、ありがとうと感謝状も来ますよ、そう来るんだけど、それは額に入れて威張ることもできるんだけどね。だからあげる人を探すとなんかすごく寂しい感じで心が汚くなるんですね。だからこの不正額みたいな風に僕で教えてますよ。これはあまり説法でテーマとして扱わないテーマですけどね。で、一番いいのは自分の心を清らかにすることなんです。だから自分が良い人間になるプログラムの一つとして施しの行為を実行する。その場合は食べ物ということに限らなくても構いませんね。豚人知を制御することだから、自分のものやと言えるものの中で執着の方が強いものありますね。それほどないもの、本当は処分したがっているもの、いろいろあるでしょ。みんな処分したがっている順に挙げてますね。まあそれ別にもらってる人に役に立つならば、まあ仕方がないことですけど、自分が処分したいものをあげてもすごくほっとしますけど、じゃあ豚人知制御することに何か貢献したのかというとちょっとわからないんですね。その中でこのやっぱり人々にとってはね、あげる側がすごい得があった人にあげた方がすごい
徳の高い人の命を伸ばしてあげたんだから、まあみんなそれやりたがるんですね。だから三害の伏せという召喚を起こったんですね。三害と言ったら数が決められないんです。それから三害の中に当然サーリプッタ、ムクレン、ソンジャ、ハジュン、すべてのアラカンたちも入っているんです。ブッダの教えの下で出家した人なんですね。一般の坊さんたちもいる。それでサンガの代表を呼んで、でサンガに伏せますとあげたら、まあこれは一番それ以上高いお伏せを設定できません。で個人でどうですかと、個人の心気やらかにしてもお伏せすることで悟りに達しませんね。あれ頓陣地を制御するだけ、悟りに達するためにはどうしても心を観察して執着を捨てなくちゃいけないんですね。で物に対する執着を捨てたからといって執着を作られる可能性まだ持ってるんだからね。だから純を不伏せだけで悟るということはあまりならないと私は思いますね。ケースはないんですね。ない方が良かったと思いますよ。それだけでは悟らないと言ってることをすごく仏教はそれで守られたんで、出なきゃ、まあ宗教っていうのはもうものすごく悪徳商法ですからね。人を抑えて管理して独裁的に人の自由を奪う組織でしょ、宗教組織は。人間はまあ奴隷扱いするんです。宗教宗教ってみんなありがたがってもね、決してありがたい組織じゃないんです。だからみんな悪徳政治家に対してはすごい暴動を起こすでしょ。宗教に対して暴動を起こせませんね。で怖がるんです。だから、で仏教は宗教じゃないんだけど、世間が宗教に入れてるんだからね、よし仕方がないでしょ。世間が仏教も宗教やと決めてるんだから。ですからお伏せすることで下脱に達するということを考えてみてください。どれほど危険な習慣になるのかと。それはカトリック教でそかったんです。免罪符をもらうんです。人間が本来減災という問題あるという加減なことを言って、それでバティカンローマ教会に高額のを伏せてたら、じゃあローマ教皇が免罪符を書いて出すんです。反抗してあなたの罪を全部なくなりましたと、まあ、だからそれで天国に行けると。真っ赤な嘘でしょう、結局は。そんなくだらんことですかね、人の罪をなくすということはね。だったら懺悔召喚やらんでしょうね。カトリック教も真面目なところありますよ。信者さんたちが言って、全部自分がやったアホなことは全部懺悔して、それで自分の心を内観して、でそれで神父さんもいくらかアドバイスして、その能力神父さんにあるかどうかわからんだけどね、生成では許しをお祈りしましょうと二人でお祈りするかもしれませんだけどね、まあそれではなくて、ちょっとしたメンタル的なアドバイスすれば
じゃあ二度と罪を犯せないようにとかね、何とかしてあげればいいんだけど、あれは私はいい加減な習慣やと、神秘的な習慣やと思わないんですね。正しく使うならばね。だったらローマ教会にお金あげて免罪符もらって、直行地獄の特徴席に座れますよと言っちゃうと、自分たちがこの懺悔する習慣バイパスしてるでしょ。だから自分の教えに反対しているんですね。だからまあそれでこの権力者たち、王様たちがいた時はね、ヨーロッパでね、とにかく教会にあげてあげて、免罪もらうだけじゃなくて、自分が王やと認定してほしがるんですね。だからそこすっごい怖い習慣になりますね。弱用になっちゃうんですね。だからきめ細かく仏教のお布施学的みたいな経典一つ二つありますね。それは注釈書などのでかなり拡大していますけどね。拡大するところは私が読んだら私の気持ち悪くなるんですよ。私だけやと思いますけど、お坊さんの中でね。だから自分が説法するときはお布施の説法をしないということにしてたんです。だからといってこの業の法則を通して施しをする人はそれぐらいのエネルギーをいただきますということは、これはまあ確かな事実でもあります。ですからこの個人の問題を通ってお布施する、だから自分の心軽らかになるために、自我の気持ちを抑えるために、頓陣地を抑えるためにということで、でお布施した方が得がものすごく高いんです。そんなのは面倒くさいって、それも合わせてじゃあとにかく三ヶ月お布施すると思ったら、それは一番トップのお布施になるんです。個人的に個人に食事をあげる場合はブッダですね。個人としての存在の中で頂点にいるのは、とこ一番高いのはね、お釈迦様が10分生きていたってもどれぐらい人類の役に立つかというと、そうそうできないぐらい役に立ちます。10分あれば何年か逃げ出す達する道を教えるんです。だから個人の参加ではなく個人にお布施する場合はまあブッダがトップになるんですね。2番目になるのはアラカンたちなんですね。そこで人の心の軽らかさによってランクがどんどんどん下がっていくんですね。一番下のランクは誤解は守ってないが、三経をちゃんと真面目に仏法僧は信仰している。でも誤解はやってない。自分がブッダの教えは宗教として受け取って認めてはいる。やるつもりはない。だから邪教じゃないんだから、その分その人は立派なんですよ。だからその個人に食事をあげても相当高い孤独にはなります。ちょっと数字で言うのはちょっと置いておいたんです。途中で意図的にカットしたんです。数字があるんです、何回かと。で誤解守る場合はね、それぐらい順番が上がってて、シャミとかビクとかね、ヨルカとか行くんですね。はい、そういうふうにお布施の世界がありますね。受ける側の徳によって徳が高くなる、あげる側の徳によっても徳が
暖かくなる。そこで法則だけ教えておいたんだから、まあ勝手にしてください、それだけで。だからこの麻薬売買やってる人もね、すごい悪い商売やってる人も、ああもうこんな汚い生活ではやばいと思って大金の伏せする場合がありますね。その場合は受ける組織が立派だったら、その分は孤独になります。それは派手にやりなさいと言えないでしょ。それよりはあんた悪行をやめなさいって言った方がね、正しいでしょ。だからあんまりやばいんでしょ、伏せの説法するのは。で、例えばね、高い金額だから、仏教だけじゃなくてね、どんな宗教組織でも、日本はどうかわからんだけど、宗教組織のドネーションっていうのは政府、どんなアメリカ政府でもヨーロッパでも認めるんですね。それでブラックマネーやるでしょ。あんまりマネーロンダリングもできないし、結構お金が貯まってるし、じゃあこそっとこの宗教組織にあげて、それで自分が一つ協力者になりますよと。だから宗教組織はそれを受けて、政務省にも報告して、ぐるぐる金庫もらって当たり取りとかね、それは追っかけていかないんですね。ボランティア組織、宗教組織、そういう、まあ、いろいろ子供が使ってるホームとかね、そういうところにあげたら、まあ、政府はあまり悪口言わない。日本の法律は分からない。外国ではだいたい普通そうなん、どんな国でも。だから言ってそういうことを絶対推進してはならんね。なぜならば人々は悪行をやめないんです。だから仏教の一言があれば、あげるならば合法によってもらった自分のものをあげなさいと。ダンマによっていわゆる正しく得た収入、それは自分の収入なんですね。例えば法律破って儲かったら、それは与えられた収入じゃないね、奪った収入なんですね。この与えられたものっていうのは、伊藤からもらったものっていう意味じゃない。まあそう、まあ物理的にそうかもしれませんだけど、自分が仕事しているんで、例えば仕事じゃなくて、自分が自分の持っている田んぼと畑を耕している。それから米やら野菜やら、いっぱい収入がある。それは自分のものなんですね。それは与えられたものということになるんです。その場合、人が与えてないんだけど、自分の努力によって得たものですね。会社で仕事をしたら、会社が給料を通して与える。だから、正しく得た収入で施しをしなさいと。だから個人を中心にして施しの上下関係計算する場合は、収入はどうやって得たのかということも一つの項目なんです。ダンメーネラッダということとはダンメーネラッダというね。
人を殺し財産を奪っちゃって職チャラの一部を伏せできますよ。しかしそれ収入資源は悪行為なんですね。それでも孤独になるんで、それが問題なんです。与えたんだから。だから孤独のランク的にはかなりね、いいランクには入れないんですね。はい、これで失笑に踊りますね。だからあの武士層に幼なしい場合っていうのは、まあこれ存在、生命が存在しないでしょうとね。だから命を伸ばしてあげたことにならんでしょうと。この疑問はあの時々出ますよ。時々なんかなくアイデアが入って、ブッダ・ポージャーは意味がないとかやめなさいとかね、スリランカで時々騒ぎになる場合あるんですよ。あるんだけど、ストップすることは誰にもできませんでしたね。だから ブッダ・ブージャーから徳があるかないかっていうことは、まあ、もう決定的な判断できませんね。なぜならば当然経典でないんです。これは当たり前なんです。お釈迦様を教えるはずないでしょ。私は涅槃にやられても、あの私の代わりに代表で菩提樹とか仏像とか何とか作って教えてくださいとかね、得になりますよとかとは言わないでしょう。言ってないんです。言ってるのはお墓ですね。この仏塔っていうのは仏陀のお墓ですよ。だからお釈迦様を思い出すために、お釈迦様を尊敬するために、お釈迦様がこの仏塔とシャリを入れて仏塔を作ってくださいと、そちらに礼をすることで、お世話することでたくさんの孤独になりましょうと。なぜならばそこでブッダを念じるということが起こるんですね。人のありがたみは亡くなってからよくわかるでしょ。いるときは非難侮辱ばっかしでね、どれほど素晴らしい人であったかと、亡くなってからでしょわかるの。イエスにしたって生きていたあの5、6年でね、説法してたのは5、6年もなってないでしょうね。もう誰も相手にはなんかホームレスやとかね、伊藤のものを食いて食べてる。ユダヤ人がすごいプライド高いんだからね。なんでこの人はっていう感じでいたんだから、殺されたしね。迷惑やこいつはと。でもイエスはどれほどありがたい存在かと、ここも世界宗教になってしまったでしょうしね。一般的に言えばね、イエスは本当は歴史的な人物ではなかったんだけどね、あれ作り話ですけど、まあそれは別に今は関係ない。だからでも人が亡くなったら価値すごく高く思うっていうことは確かなんですね。だからお釈迦様はそこを人間の心理を考えたでしょうね。仏塔を作ってくださいと。それはブッダに対してやるべきことやと。
どんな人のお墓すくってくだい言ってないでも捨てちゃえとこいたいわと。それでまあだ北伝仏教でもな、北伝仏教はブッダを認めませんだからね。ブッダは幻覚やって言ってるんですね。化身という単語を使ってます。結構すごい偉いんです、その北伝伝統そこた連中は。ブッダは永遠不滅で天界にいるんだよとよく知ったことをね病気ですけどね。だから三心論則っちゃってね、インド人っていうのはよく分からんですね。超アホでありながらすごい理論もできるんですね。今もそういう2つを合わせてるんです。例えばソフトウェアの関係で世界一インド人なんです。若者なんです。はっちゃめちゃ金儲かっているんです。世界のこの Google であろうか、Microsoft であろうか、インド人がないと動かないんですもん。で、はっちゃめちゃ金儲かっているんです。サウジアラビアが石油を輸出して得る金額よりは3倍ぐらい儲かっているみたいです、ソフトウェア関係で。インドはだからそう考える。でもよくよくそういう連中を見るとものすごいアホなんですよ、結局はやることとか。まあ伏せがあってもうはちゃめちゃで、なんかようわからん、まあ変といえば変なんですね。それでまあコンピュータープログラムはそんなにすごい、我々インド的な遺伝子持ってる人々にとってはね、そんなにすごいことじゃないんだからね、すごいシンプル理論でしょ。だからこのシンプル理論、組み立て持ってる、とりあえず哲学的な思考っていうのは結構難しいんです。だから何かテーマがいったらくだらんことを考えるんですね。それで三心論を作っちゃったんですね。これは完璧間違いなんですね。それで何にも証拠をし合ってブッダのスタンスはもう無視しちゃったんです。考えることを言うんです。哲学もよろしいんで、でも証拠に基づいてやってくださいと。これで何でもかんでも証拠は得られないんだから、まあそこは言い合っていくことでね、例えば戦地戦の神がいるということには証拠はないでしょうね。証拠は出せないんですね。これヨーロッパ人が分かってなかったんだけど、インド人は分かったんです。神がいるということは証拠を出せないんだと。だったらそれいることは立証する哲学はいらないんだと、いると信じて、はいさよなら終わりやと。じゃあ神がいるといるとあんた知りたいの？じゃあ神羅万象は神であると、あんた神羅万象は見えるでしょうねと。死んだ場所を救ったのは神だから、だからオプナシテッドがそこから始まるんですね。葉っぱ一枚の中に神を見つかる。大乗仏教はそれやってますよ。だから犬にブスワリアという思想も戦争で現れたのはね、それもっとは犬のうんちんにブスワリアと聞いた方がもっといいんです。
だからこの三心論をかけてブッダをあまりもうちょっと選挙で負かしちゃったんですね。それではなんかすごい穴が感じたんですよ。だから仏像作り始めたんですよ。いろんな巨大なものを作ったり、あるいはコリアとか、例えばアフガニスタンでね、世界一高い仏像を待ったでしょうに、バーミヤン、シルクロード全部仏像やらいっぱい作りやっちゃったんですね。その自分たちが失敗して作った穴をね埋めようと思ってね。なぜならば三巡でお釈迦様の舎利を入れて仏塔を作ったら、そこでものすごく精神的に支えになるんです。偉い方やと、尊い方やと、この上のない方やと、この方の教えをあられやってるんだよと。だから仏塔を参ること、仏塔をね、いろいろ恐れ物をいろんなことやることはまあよろしいんだと。なぜならばそれで人の心が清らかになって、人に孤独になりましょうと。そこ、それですね。このどん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 、仏像を作れると、まあテラワードの世界でも仏像を作り始めたし、で伝説正しければインドで仏像が現れるまでにスリランカに仏像が作ってあったようですけど、あまりヨーロッパ的な学問があってる人々は認めませんだけどね。なぜならばインド人が四空八空ついているのが見えたんだからね、仏像を作るため、歴史が。スリランカでそれ見えません。いきなりすごい作品が現れているんです。そちらの歴史見つからないんです。だからスリランカの考えはもう向こうで作る前にこちらで我々作りまったよと。アヌラダプラにあるサマーディ仏像はまあ随分前作ったんだと、ブッダの時代で。いうことであって、それは考古学的に立証することは難しいんですね。しかし現実的に見ると、インドには仏像の歴史があるんだけど、こんな作品できるならばスリランカにも歴史あるはずなんですね。歴史がないんでいきなり傑作出てきて、それからみんな真似する場合は全部レベルが下がって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 きますけどね。レベルが下がっていた歴史はいくらでもあります。戦争にあったり、国がすごいひどいことになったり、芸術家にね収入がなくなったり、それでもおたらそくらなくちゃいけないし、だから手当たり次第あるもので何かそくったりとかね、それはありますよ。イギリス人に植民地になってからね、イギリス人の変な欲的な絵を描く方法とかね、真似たりして、でも学校に行って学んでないんだからすごく下手でお寺の壁画のね、服装とかちょっとヨーロッパ風にどんどん変わったりとか、いろいろありますけどね。堕落の歴史は考古学的にあります。まあ、そこちょっといろいろ問題あります。まあとにかく話に戻ります。
それでブッダの代わりに何を拝めばいいかと。ということで、菩提樹と仏塔と仏像ということになったんですね。それで我々はお釈迦様を思い出すんですね。ちょっと、なんて言いますか、もう頑張らなくちゃというこのね、励みにするんです。だからみんな仏像を目に入るところに置いておくんです。それで応答で自分をコントロールされているんです。だから仏像一つない家はないんです。まあそこで仏像にね、まあだからなんとなくお釈迦様がいるんだというね、気持ちでお釈迦様にお布施しますという感じで、その気持ちでまあブッダプージャという習慣あります。それはまあ単純じゃないよ、もう日本と違ってね、結構派手にやりますよ。そこであまり徳があるかないかということを考えてね、このスリランカの仏師寺というお寺ですごいお金かかりますよ。毎日のブッダプージャーに5回やります。食事食べるものは朝と昼だけで、それからまた密集やります。5回で昼のお釈迦様のお布施にはこの64種類かな、お菓子を作らなくちゃかんです。毎日作ってましょう。これをでっかい釜でご飯炊いて、釜だからこの数字はないろいろくだらん数字考えて、すっごい米も炊くんです。でも中にあるのはお釈迦さんの歯一本だけ、ほんのちっちゃいんだけどね。何やこれやとね、面白く批判することはできますけど、なんかすっごい尊い気持ちでやりますよ。まあそこで品数のリスト決まっていて、一般人にももしよろしければ、まあ私は今日一日お布施やりますと予約することもできますが、結構待たないと。明日しますとこれできません。もうかなり本見るとほとんどみんな一般人がね、予約しているんです。個人的にはこの悪徳商法やってない人の場合は、正しく商売やってる人だったら、これを5年間1回ぐらいでも結構グタグタ疲れます。今最近2人2人に分けてあげることもやってますけどね。人がいなくても仏師寺の収入ありますよ。それでずっとやります。だからお釈迦様のお世話にはすごい金額かかってますよ、毎日あのお寺で。だから伝統だからやめられないしね、徳があるかないかもわからないし、でも徳が生まれるんでしょ、気持ちになるんでしょ。人はなんかすごいこの雰囲気が変わる、その時は。すっごい緊張します、みんな。この法要の時は。
だから人を管理するためにたくさん警察官も来るし、警察官も普通あの修行服を着て、あの警察のあれじゃなくて白い服を着てずっとなって管理しているんです。だからぶっしゃり陽気だけでも一目見たい人々はずっと並んでいなくちゃいけないしね。で一部の人々にだけ中に入ることもできるし、大変その緊張しますね。1日5回毎日だからなんか、分からんね。あれやめられないよ、リクス持っていってもね。だから各お寺でもお釈迦様のお世話するというね、その場合我々は気持ち的にお釈迦様のお世話するという感じで本堂に行ってお世話するんです。それはやめられない、やめません、やめられないではなくて、私も毎日お釈迦様のお世話するんです。だからものすごく体の調子が悪くて、まあ昨日はちょっとすっごい調子が悪くて体動かなかったんだけど、だからものすごくこれ気分がなんか出てこなんか嫌なんで気はできなかった。で起き上げるだけはやったんだけど、その体すっかなくできるんだけどお世話できなかったんですね。で病院にも行くことがあったんだから、あの病院に行きましたけどね、それをやります。私は知ってもお釈迦様の部屋に入られてるんだってよ自分の部屋にお釈迦様いないってこと、でもいるのように思って、そこは思う必要はないんですね。だから心からその気持ちが生まれるんだからね。だからいくら忙しくてもそれはやりましょう。で、あの孤独が生じないのではないかと不安感じますとありますね。まあ孤独が生じます。それはこの普通人にご飯あげたこととはちょっと違う感じの孤独なんですね。ブッダのお世話したという孤独なんですね。だからその場合は結構お経をあげたりするし、だからそれは牛を観察することになるでしょうね。相当孤独になります。それからこの個人にお伏せする場合はブッダ最高だから、お釈迦様が教え、お釈迦様の教えがある限りブッダはいるんだと思いなさいという決まりですからね。お釈迦様は涅槃に入る前に教えたでしょ、私の後継ぎはダンマとヴィネヤであると。だからブッダがいるんです、教えがあるんだから。そういうことでなんとなくその 気持ちでお世話するんです。それの場合はどうやって孤独になるのかというと自分の修行なんですね。お釈迦様にお湯差し上げたらお釈迦様はちょっと暑すぎこれはと言わんだからね。あれ丁寧にすくってきれいにすくって丁寧に差し上げる自分の心の働きで
すごい孤独になるんです。だからそれでイメージ的に本当にお釈迦様に差し上げるというふうに思った方がものすごい丁寧に作ることができるようになるんです。ですからこちらでは異なるもので先行でしょうかといえばなんとなくそうなんです。なんか修行に関わる心清らかになる、自分の修行になるんですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。今日はこれで終わりにしましょうか。もうちょっと聞いてみたいと思います。はい、長老の話の聞き方という質問です。スマナサーラ長老の法話を何度も聞いています。長老のブッダの教えの解説はとても勉強になるけれど、多宗教多宗派への批判や時事問題への意見、他国の文化に対する見方は個人的な見解だからそのまま真理とは言えないという印象を受けます。自分としては違和感を覚える話は長老の個人的な意見と思ってスルーして、仏教について教えている話しているところだけ集中するのが良いのかなと思いました。いかがでしょうか、という質問。そういうふうに頑張ってください。私は何か教えのポイントを分かりやすく面白おかしく理解してほしい。だから教えのポイント難しいんですよ。だからふさげた話、誰かをちょっと批判した話っていうのはなんとなくちょっと面白くなっちゃってそれ入りやすいんですね。私の狙いは仏陀の教えのポイントを心に残ってほしいだけで、この例え話はどうでもいいんです。例えば特に出した例えばもう1週間でももう賞味期限切れてます、使用期限はね。そういうことあります。だからあんたおっしゃってる通りにブッダの教えだけ理解してください。はい、はい、ありがとうございます。次です。これは確か、動画のコメント欄に来てた質問ですかね。来世の希望は執着、私の疑問は来世が良くなるようにと思うのは執着に当たらないのかということです。また例えば来世は前世とは違う人格として生まれ変わる、過去心というエネルギーは続くけれどと思いますので、ならば別に来世は来世の人格に任せて現世は現世で正しく生きれば良いのではないかとも思います。来世のためではなく現世の幸せのために生きれば良いのではというこの考えは間違っているでしょうか、という質問です。全然間違ってないよ、一緒に。どうしますかね。だから来世の幸福期待しますということはこれやめなさい。幸福になるならば、悟る下脱に達するならばこの肉体壊れる前に頑張ってください。これ仏教的じゃないよ。もう来世幸福を目指して仏教徒になりましたって言ったらこれ仏教徒じゃないんです。できるだけ早く下脱輪廻転生を乗り越えて下脱に達するためにブッダに依存するんです。ですから先行すれば来世にいいところに生まれますよということは法則的な話で、だからそれ狙ってくださいという必要ないんです。だから自分たちが清らかな心で生きている、先行をする、良い人間になる、人格的に人格をすっかりしっかり育て上げる、で悟りまでは進まなかったと心配する必要ないんです。良い心でいたんだから次もまあ
チャンスがありますね。サボりたいほどサボってね、ふざけたいほどふざけて、欲に溺れたいほど溺れて、じゃあ来世に、来世瞑想して下脱するだって、これはちょっと甘い話ですね。ありえないんです。例えば仏教って何やっても知らない人、お寺なんかに一度たりとも行ってない人がね、死んじゃったら遺体の前で僧侶たちが起き上げると、お坊さんたちには高い金額のお布施もらいますけど、そちら辺で意味があるんだけど、あの死んだ人にとって何の意味ないんです。だって日本人に、生きてる日本人にもあのお経を前でお経をあげたっても何やさっぱりわからないでしょうね。死んでから痛いはどうやってわかるんです、突然知恵が現れるんですかね。だからまあそんなのはあまり気にしない方がいいと思いますね。だから来世の幸福に生まれ変わることを目指して武士道修行するということは、仏教徒になるということはちょっとやめるべきですね。我々は法則言ったら、どうしても心は執着ある限り、活性ある限りずっと露呈するんです。それはもうエネルギーですから、エネルギーは消して止まるということはそうありえないんです。エネルギーをゼロにするためにはそれなりのパワーが必要でしょう。だからこの無執着のエネルギーっていうのは、この輪廻転生するエネルギーに対するすっごいネガティブパワーで合わせたところでゼロになるんです。それが下脱と涅槃と言うんです。だから瞑想して修行する人は相当精神的な力をね作らなくちゃあかんですね。まあまあそれはその話を揃えてんです、します。だから生きてきた生きてきたって、ものすごい我々エネルギー持ってるでしょうね。死ぬこと知ってるのに死にたくない死にたくないとかね、老いることを知ってるのに老いたくはない老いたくはないとかね、このエネルギー並大抵のエネルギーじゃないんです。それをヴィパッサナ瞑想で消すんです。あの雷電の時は雷電って言うんですかね、もう雷とかね、雷の時は一個の雷の電気エネルギーが日本にしたって1年分ぐらいでしょうね、かもしれません。もっと日本が大きいんだからね。シリランカの場合はだいたい10年ぐらい、の電気エネルギーが一つの雷で、それがゼロにするでしょ。地球は地球のエネルギーの大きさは分かるでしょ。雷ってのは雲がお互い削り合っちゃって生まれる静電だからね、そんな関係ないんですね。地球のやったら、ああそう入ったのか全然すぐなくなるんです。ですからこのトンジンチのエネルギーを0にせなくちゃあかんですよ。そのために武士道なんです。輪廻転生するためではないんです。完全放電して0にならない限りは続けてはいくんですね。はい、そんなもんですね。はい、ありがとうございます。今ちょっとネットで調べたら、雷のエネルギーはまあ計算式によるんですけど200億キロワット、うん、で、東京電力の1日の電力供給量が3850万キロワット、うん、
ですからものすごいエネルギーだということです、うんうん、でしょうね。はい、データもありましてありがとうございます後で概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。では次の質問です。自我を出さずに意見をする方法、質問させていただきます。人に意見を言うとき、これは見解だから言わない方がいいとついバイアスをかけてしまいます。自我を出さずに意見を言う場合、どのようにしたらよろしいでしょうかという質問。これ前も答えたんですね。だからこの世の中の出来事だから、これはこのディスカッションテーブルに出すんでしょう。とにかく人間の社会は意見で成り立ってるんだから、意見っていうのは人間作らなくちゃいけないんだから、そこでバイアスっていうものは一応あるんですね。でもそれしっかりした上でディスカッションテーブルに出すんです。この意見でございますと。で他の人は、この意見でございますと。でそれで客観的に調べて正しく直して、ある程度で比較的に良い意見作らなくちゃいけないんですね。これで私の個人的な経験から見て、なんであの人はこんなこと言うのかいと、なんとかしてくれと、私は別にという感じなんです。ひどい意見、別にひどい意見でも人はディスカッションテーブルに出せばいいんでしょうね。だから自分の主観である、自分という自分が判断したものだから、そこどうしてもそのバイアスが入っているということは知って出します。だからこれはクタクタ、もう批判されるでしょうと。あ、それは面白い、新しい勉強になるんだよっていうね、気持ちで出してみてください。自分の意見はまあくったくった批判されちゃって、まあそれでなんとか結論に達するでしょうね。それが、あ、なるほどと、自分の勉強になってるんです。だからご飯、これは美味しいんだから食べてくださいと言っちゃうと、ちょっと自分の主観にちょっと、なんて言いますか、ちょっと、こと忘れちゃった。すごく寄りかかってるんですね。私は食べてみて美味しかったよ。あんたもどうと。そういったところで相手にこれおいしいかないかということは自分もわからない。それで相手それやっぱりおいしいですって言ったら、あ、そうですか、よかったね、自分楽しいんです。あのね、これおいしくないよって言われたら、なんだこいつはではなくて、あ、なるほど、私においしいんだけど、これはまっすぐ感じる人間もいるんだよと、勉強になりましたでしょ。そんな感じでこういう意見交換を実行してみてください。字が出しちゃうとこれできないんですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。で次ですね、人が緊張するメカニズムについてということですね。私は生まれつき不思議なくらいにどんな場面でもすぐに相手に対し緊張し警戒心を持ちます。人よりも不安や恐怖に対する感覚が鋭いようで、片時も落ち着くことができません。なんとか解決したいです。先日も無意識のうちに極度の緊張があったために体調をひどく崩してしまいました。まず解決のために私が最初に取るべき行為は何ですか？私に欠けているものは何ですか？今後他人に対して不用意に緊張や警戒心を持たずに楽な人生を送りたいので、
気をつけるべきポイントをぜひ伺いたいですとのことです。これ長く説明するのじゃないし、こういうのは個人的にディスカッションして答え出すものなんでしょ。これ個人的な問題ですからね。ただ緊張がするだ何かって言ったら一般的に見えますけど、そうでもないんですね。個人のアプローチ、心の流れ、このそれによってそれぞれ違うんですね。だから文字から読めるところはいろいろありますけどね。まあこれは、でまとめて簡単な答え出します。周りの人々は役に立ちますよ。それかけてますよ、この方に役に立ってますよ。結構助けてくれたりする人々がいますよと。誰でも助けてくれるということはおかしいですよ。だから私に至っても私のこと誰でも助けてくれます、それはないんです。助けてくれる人々もいる、批判する人々もいる。別にそれでね、ただ別にいいんじゃない感じていますよ。でも今死にかけてる寿命も終わってますけど、私の場合はね、で相当人に助けられて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 今の瞬間まで生きてきたんです。だからそこのポイントね、支えられているんだとね、この人も生きてるんだから助けられてることは正真正銘でしょ。周りの人々から助けてくれなかったら人は死にますよ。もうだから軽く見ているんでしょ。人間が一人もいなかったらもう誰も気にもしなかったらもう生きられないんですね。だからこの相手に対してこの警戒心を無視ますというところは法則違反なんですね。これは自我が強いですからそういう問題が起こるんですね。自我の気持ちがものすごく強い人はものすごく弱いんです。すごく閉鎖的になるんです。来るなよとかね。自我がない人は一緒でもオープンでどうぞという感じでいられます。書式にしたっても閉鎖的だったら弱いって意味なんです。だからこの自我がどんな世界でよくありますから、宗教の世界でもね、例えばイスラム教ではイスラム教でない人々には立ち入り禁止って書いて結構あるんですね。カトリック教でもあんたカトリック教じゃないんだからただこちらに入ってもいいんだけど、ここは上がらないでくださいとかね言うんですね。なかって何かって、まあやっぱり弱いでしょうね。だから私も言われたことありますよ。まあ普通友達で仲良くガチャガチャガチャ喋りながら、であいつは神父さんで、で入ってきていろいろ案内してみて、じゃあまあ ここから上がるのはまあ神父さんたちだけですから、はい分かりました、こちらに待って私も。で我々のお寺では仏師寺の中にはキリスト教であろうがカトリックイスラム教の人であろうが VIP だったらね、まあ、政府の関係に来た人だったら外の中に入れますよ。もう一緒にあんたの宗教はちょっと
怖くないんです我々は。だからその人は手を合わせてもいいし合わせなくてもいいし別にっていう感じでいるんです。でモスクあのカバーエモスクはどうですかね。国にさえ入ることは禁止。イスラム教でなければ結構弱いね。ですからこの人間にある問題でこのこれ自我問題なんですね。攻撃を受けるかもしれませんと。宗教の場合はこの人は入ったら汚れるかもしれませんと。そこに上がっただけで汚れるんだったらね、私相当なものですね。モスクにこちらの隣あるモスクはオープンですけどね、で誰でも入りますからね。だから私はすごい気に入ってるんです。もう歩いちゃうと疲れてくったけど疲れていかないんだけど、そこら辺もし散歩する用事があったらちょっと寄ってみようというふうな場所なんでしょう。このこちらのあるモスクはオープンだからいつだってお茶用意しているしね、あのトルコの。あんなふうにならなくちゃあかんよ。そこで手で書いたものすごい高価なコーランもあるんですよ。あれは誰にだって開けて読めない人いませんだから、あのうちは見られます。あまりにも抜群な衝動だからそれぐらい感じますよ。これ人間の手で書いたのを書いたほうがね。だからこんな尊いものを多種けないと触るなよではないんですね。だから本当に世界でイスラム教のモスクでこれだけかもしれませんね、オープンなところ。はい、話がちょっと伸びますけど、警戒心っていうのは自我なんですね。だから自我があればあるほど弱くなって弱くなって弱くなって閉鎖的になって閉鎖的になって、もう生きてる価値まるっきりなくなりますね。で生きてる一日すごい苦しいんですよ。もうこれでちっちゃい時からそんな気持ちだったらこの連中も80年まで生きていなくちゃあかんでしょうね。かわいそう、どれほど苦しいかと。だからオープンになってくださいよ。だからこの方に言ったのは結構人々から助けられていますよと。で助けれてくれた人にとってはありがたいという気持ちぐらい持ってみてください。気楽になります。まずそれだけ実行してみて、まずファーストステップね、処方としてこれみんなに助けられていますよと。私にサポーターが結構いますよと。それですよ。サポーターがいない人間はいるわけじゃないんです。例えば死刑に決めてる人にも死刑実行するまでいっぱいサポーターがいるんです。その人は怯えるんじゃなくて、私の死刑を実行するまで日本政府が国が私をサポートしているんだよと思っちゃえば、だって国のお金で食べてるでしょうね。我々のおにぎり1個もくれないね。コロナの時は10万円くれましたけどね。だからおびれじゃないんですね。緊張する必要はないんです。
私は不思議なもんでしょ。私は大体我々は修行で仏道だから、この個人でいることはものすごく安穏でいられますよ。人と喋るとその人のレベルに私がぐーっと調整しなくちゃかんでしょ。これで結構失礼です。だから一人でいると気楽にいられます。寂しくも何ともない。だからといって人に助けられて生きてることはそのまま事実でしょうね。しかし時々困った時は、私は相手は誰かと選べませんよ。ちょっと困った時はどこにいても周りちょっと見て顔見て、すいませんこれ言うんです。物の見事に助けてくれるんです。一度たりても断られたことがないんです。で困ったことは相手がやりすぎそこまでなくてもいいやと思うんだけど、例えば電車、どんな電車に乗ればいいかわからない場合は、どうしようかなと言ったら、聞いたらこちらに行きたいんだよと、あそれだったらこれこれで言って、本人も中に入ってじゃあこのホームだよとこちらに乗ってくださいと電車来るまで待っていると、これは必須品ですね。なぜかというと、ちょっとそこまでやらなくてもいいんですね。だから人にとっては親切であるということは正真正銘ですけど、ちょっとやりすぎっていうね。時々例えば相手がすごく子供だったら、もうしっかりと電車に乗せてあげるところまでやった方がいいんです。で大阪で一回何か右に行けば左に行けば、駅員に聞いたんです。日本語で聞いたんですね。本人がえらい助けてあげるそうとね、外人に何か案内聞かれたんだからで言って、英語で喋るんですね。さっぱりわからない。なんとかなんとか言ってるんで、なんか単語、英語単語のように感じましたけど、それやりすぎ。日本語で聞いたら日本語で答えられる。だからなぜ私がもうダラ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 日本語喋ってるのに、人に何か尋ねたらいきなり頑張って顔を真っ赤になって緊張してて英語を喋るかというと、その人々を助けてあげたいんです。そこで妄想が走り込んじゃって、助けるならばとことん助けてやるぞと思ってるんです。だからそこは悪い性格じゃないんで、結果通って迷惑かもしれませんだけど、だからなんとか小学校の時でも覚えた英語ででも答えてみようかなと思うんですね。そんな風では英語では相手には通じません。英語を普段使ってる人にとってはそれは通じません。まあ、それだから言いたかったのは悪口ではなくて、この日本の社会ででもちょっと助けてくれって言ったら、はちゃめちゃ助けてくれるんです。数字で言った方が分かりやすいんです。100万足らない、100円足らないで困ってる人には1万5000円ぐらいあげちゃうんです。例えば機械にお金入れて何かやる場合は、ちょっと100円足らなくて困ってるわって、で隣の人がちょっと100円ありますかと、あ100円ありますよ、出してくれればちょうどいいです。あそうです、お金足らないの、はい分かりますで1万5000円から機械に放り込むと困りますね。でもやっぱり人を助けるならば思い存分助けてあげるという道徳が素晴らしいんです。これは否定できません。助けてあげるのはいい加減でちょっと
ちょっと迷惑や、まあいいやって感じするわけ。すごい失礼なんですね。まあ、日本社会でそうじゃないで、助けてあげるならばとことん助けてあげるぞという、みんなそういう人間なんです。で、欠けているのは日本人同士でコミュニケーション成り立ってないんです。で、コミュニケーション成り立ってオープン国になったら、その日から日本は天国になるんです。この孤立孤立して生きるということをやめてみれば。だから、まあそういうようなちょっと緊張ばっかしやりやがっちゃって身を大きくできなくなる人々も現れるんだけど、そういう人々はさっさと助けてあげられますよ。だからステップ1はこれ覚えていてください。結構自分がみんなに助けられて生活しているんだと。だから警戒心なんかはもうそういう必要は何にもないんだと。日本人がいかなる場合でも相手を脅すことはしません。こう相手を意図的に脅してくる人々はそんなに問題ないんです。それはまあまあ別種な性格で、もう変えて怪しいんです。はい、すぐまあ四時になりまったや、なりはい、ありがとうございます。ではちょっとチャットに来ている質問を、取り上げてみたいと思います。2つ来てました。蛭田さんという方、立つ瞑想の立っていますの実況中継が苦手です。何に集中すればよいか分からず、視線の先をじっと見るだけで終えてしまいます。ご指導をお願いいたします。はい、立つ瞑想する場合は立ってます、感じていますと言葉2つなんです。それを覚えてください。立ってますではないんです。だから、ね、感じてますと使ってないと瞑想にならないんです。Standing feeling, standing feeling, standing feeling。これ二つ必要なんです。立ってます、感じています。立ってます、感じていますと。それかけちゃうとね、半分。言葉かけちゃうと全くうまくいかないんです。それから立っているとこの体の感覚を感じてください。だから何に集中すればよいかわからないでしょ。体に集中してください。体って大きいんだから、もう全体的にどこでも集中してください。一箇所ではなくてね。はい、ではもう一方、ティグランさんですかね、やる気が出ないことを先生や親など他人のせいにして勉強しない大学受験生の娘に対して父親としてできることがあれば教えてくださいという質問です。これ管理不可能な年頃でしょうね。だからそれは優しい心でも年齢もありますからね、すごい管理不可能な年齢なんですね。本人たちすごく困ってますよ。だからどうして大人にならなくちゃいけないし、大人になるっていうことは人を言うことを、はい分かりました、はい分かりました言うんじゃなくて、自分で判断することでしょ。そこを分からなくなってるんですね。だからまず今まで生きてきたプログラムをこの方々若者たちがカットするんです。親は邪魔、もうカットしたんです。先生は迷惑カットしちゃったんで、じゃあ私一人で何もできない
だからまあそこはその実社長もしょうがないよ、これもどんな人間も通過する問題だからね。でもそこで試験などを勉強失敗すると人生が台無しなんですね。だから大人として我々それ分かってるんだから、まあちょっと勉強しなさいとは言ってしまうんですね。向こうへ行ってほしくないんですね。じゃあ黙ってるって言ったら勉強しないで勉強しないって言ったら腹が立ってもう何かやっちゃう。すごい。ですからこう言ってくださいね。まあどうせあなたの人生だから我々は先に死にますからね。自分がどんなふうな大人になりたいということはしっかりと計画立てて頑張ってください。今は受験するステップだから忘れないでくださいと。あの受験は20回できますよとできませんよと。間違った、私もそれでって手放そうする。だからアドバイス、そうして感じないようにアドバイスするんです。別にあんた勉強してもしなくても関係ないやと。私は結構そういう年齢の、私の場合はほとんど男の子ばっかしですからね、お寺に来ていろいろやちゃめちゃはちゃめちゃあるので、そういうアドバイスするんです。だからアドバイスまるっきりしないの感じでアドバイスしてるんですね。で親たちが不思議になるんで、先生どういうふうに、うちの子はすごくおとなしくなったんだけどどうやってこれやったのかと言って、何やってないわ私はもう。やにみやってないことで指導しているんです。だからこれはこの年齢の人々たくさんにあってやっての経験でしょうしね。で親にとっては1回しかないんだからね、親にとっても初めての経験でしょう。まあ頑張ってみてください。親同士できることはそういうふうに教えてください。まああなたの人生だから、あなたは自分好きなように計画立ててください。親も先生も邪魔しませんと。後から文句言われてほしくないよと。嫌だこれはとかね、なんか捨てる言葉で喋るんです。 それがアドバイスになるんですね。だから受験したけどするかしないか、そのままもう不良になるかとかね、自由にやってくださいと。しかし受験するならばこれ100回できませんだからね。1回でやるのはいいんじゃない。まあそんな勇気がなかったら10回ぐらいやってくださいよと。まあ関係ないんだからで。出て行っちゃえば、あの捨てたところですっごい頑張るんですね。じゃあ見せてやるぞと。お父さんバカにするんじゃない私のこと、一回で合格してみせますよと。そういう気分になるんです。だから今親と戦う時期だからね、戦わせてください。太陽です。はい、ありがとうございます。ではちょうど時間になりましたので、最後移行の門で終了していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、移行の門。あらゆる生命に憐れみをもって真理を説かれて本師坂村仏陀の聖なる教えに従い、我々がここまで済んだすべての孤独を神々戦争祖父母両親神足恩師をはじめとし一切の生きとし生けるものに移行いたします。この孤独によって生きとし生けるものすべてが幸福に暮らせますように、そうして解脱を得られますように。
サドゥサドゥサドゥアイラロゲサンパティサガサンパティメウェチェアトニンバーナサンパンティイミナテサミンジェトはい、ありがとうございます。では慈悲の瞑想いたします。私は幸せでありますように。私の悩み苦しみがなくなりますように。私の願い事が叶えられますように。私に悟りの光が現れますように。私は幸せでありますように。私は幸せでありますように。私は幸せでありますように。これから私は幸せでありますようにと心の中で繰り返し念じてください。私の親しい生命が幸せでありますように。私の親しい生命の悩み苦しみがなくなりますように。私の親しい生命の願い事が叶えられますように。私の親しい生命にも悟りの光が現れますように。私の親しい生命が幸せでありますように。私の親しい生命が幸せでありますように。私の親しい生命が幸せでありますように。はい、これから親しい生命が幸せでありますようにと繰り返し念じます。
生ける者が幸せでありますようにと繰り返し心の中で念じます。私の嫌いな生命が幸せでありますように。私の嫌いな生命の悩み苦しみがなくなりますように。私の嫌いな生命の願い事が叶えられますように。私の嫌いな生命にも悟りの光が私を嫌っている生命が幸せでありますように。私を嫌っている生命の悩み苦しみがなくなりますように。私を嫌っている生命の願い事が叶えられますように。私を嫌っている生命にも悟りの光が現れますように。生
終わります。ありがとうございます。